チャンチャチャチャンチャンチャンチャチャチャンチャン、おでん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 、昨日はおでんでございました。美味しかったですね。朝もおでんをいただきました。朝のおでんがまた最高。やばですね。実はですね、今まではこの SB の本からし、なぜか SB なんですよ。ハウスじゃないみたいなんですね。カレーはハウスですけどですね、 SB の本からしでいただいておりました。ただ今回ちょっと冒険をしていて、浮気ですな、柚子胡椒も買ってみました。こっちの方がやっぱマイルドですね。マイルド、こっちはもうツーってくる、もうこいつじゃじゃ馬だぜじゃじゃ馬だぜって。この子は大人しかですね。でもやっぱどっちがいいかって、捨てがたいから両方使っちゃうみたいなですね。美味しかったですね。やっぱおでんは最高でございます。やっぱですね、あの子供の頃ってあんまおでん嫌いだったんですよね。あれより焼肉とかですね、そっちすき焼きの方だったんですけど、今は鍋とかおでんでも十分もう油だよなみたいなですね。まあまあ本当ですね、まあ何の話だったかね。まあまあそれはともかくとしてですね、もうおでんの話だったらよだれが出てきたので、はい、本当に美味しいございました。朝もおでんでございました。さあ今日も一日頑張ります。はい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 、よし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 。さあ、あれだ、はいはい、12月の14日土曜日、土曜日も夜の7時まで営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。じゃあしゃしゃしゃ、わったわったわった。ちょうどですね、今バーッとお日様が出る、実は今日朝はですねずっと曇ってたんですよね。でもですね、7時前ぐらいからわーっと青空になってきました。今日も素晴らしい天気だと思います。さあ今日も夜7時まで一生懸命頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。電話は24時間受付。